終了いたしました。いよいよ決戦を迎えます。日本を守ることができるかどうか、この戦いにかかっていると言っていいと思います。日本の問題点をいろいろ探ってくれば、その原因というのはご承知の通り、占領政策に行き着くわけであります。その占領政策の敗戦国としての詫び書みたいなものが現行憲法ということになるわけであります。その現行憲法を解釈して近代要請した学会、それを子どもたちに教えた教育会である、その代表である日教組、それを広く、あまねく国民に報道しつける NHK を代表する報道官、これ私は戦後体制というのは、学、教、法とですね、この3つのトライアングルによって、我が日本人が強化、戦後をされ続けた結果が、現在ではないかというふうに考えているわけであります。日本経済が復活したら困る国はどこですか？いろんな国の名前が上がりましたが、日本の GDP が、名目 GDP が横ばいの時に右肩上がりの国がある。日銀が金融を引き締めたら急に株価が上がる国がある。尖閣諸島に拠点を押し寄せてきて法に則って逮捕したら、日本への経済制裁は全然円高誘導だと言った国があります。どこでしょうか？どことは言いませんが明らかですね。日本銀行は中国の手先だ。考える日本全国行動委員会栃木県本部です。来る平成25年4月7日日曜日に赤池正明、倉山満両先生による凱旋活動とシンポジウムを開催いたします。凱旋活動は午前11時30分より宇都宮二荒山神社の鳥居前です。教育シンポジウムは午後2時より栃木県五穀神社で行います。多数のご参加をお待ちしております。